ラジオ。はい、遅く起きた日曜。こんばんは。へい、こんばんは。3月6日だい。はい、8月。あっ、さっき間違えたでしょ。さっき間違えて、はい。さっき間違えたって言ったら、取り直すと意味がないじゃないですか。3月6日、第53回ということで。さっき53回も52回って言ったでしょ。はい、もうよくわかんなくなっちゃいましたね。久しぶりにこんな夜遅くに収録してますね。まあ、今日はさ、はい、ほら、淳平さんご苦労さんなんだけど、はい、レコーディングを、はい、うん、やりましたね。はい。レコーディングやってきました。疲れたね、やっぱね。はい、いや、でも社長が一番大変だったのかな、うん、ってことだった。まあね、大御所ミュージシャンにも来ていただいて、はい、楽しかったですね。ボコボコボコって弾いてもらって、はい、さすがだね、はい、順平も良かったよ、すごくギター、はい、うん、まあ、昨日の夜頑張りました、うん、でもう一回入れるんでしょ、あれ、はい、あれをもう詰めていきます、うん、はい、何のレコーディングかと言いますと、はい、そうなんです、笑顔なんですよ、はい、ちょっとまあでももともと2月中にはって言ってたんですけどね、うん、なんかいろいろあって遅れちゃいまして。そうだよね、はい、ただ今何月、今3月です。8月ではないです。3月6日です。では今月中に上げてさ、はい、ね、どうにか、そうですね、皆様方に、ね、お送りしたいと、はい、思いますね。ただ、ね、緊急事態宣言が2週間長引くぞという可能性濃厚ですね。多分このラジオが放送されている頃にはあれですかね、決まってんな、決まってるということらしいですけど、うん、濃厚ラーメンかな、うん、濃厚ラーメンですかね。塩味ですかね。そうだね、濃厚。塩味好きなの？味噌っすかね。味噌、はい、でも味噌ってずるいっすよね。味噌って、うん、味噌味すれば美味しいんで、うん、なんとなくうまくなるよね、はいはい、どこでも美味しいんですよ、それなりに。やっぱ基本は醤油でしょ、はい、醤油塩、やっぱりこれが難しいですね、うん、俺昨日ラーメン食いに行ったんだよ、お、埼玉の奥まで。あ、またまた、また私の奥地の方、奥地の、はい、うまかったよ、はい、それね、九州のなんだっけ、博多、博多、博多、うん、豚骨じゃないですか。豚骨、豚骨、あ、豚骨、はい、豚骨で醤油、あ、豚骨醤油っていう最近流行りの、はい、うん、その替え玉ってやつ、はい、替え玉したんですか。やっちゃった、やっちゃった。え、そんなに食ったんですか。うん、残した、替え玉して残したんですか。残した、怒られますよ、それ、うん、でもうまかったよ、はい、うん、で、腹餃子食っちゃったからさ、餃子いっぱいやっちゃった。あ、いや、でも、うん、餃子美味しかったですか。餃子うまかった。でも俺ちょっと持論でもないですけど、うん、俺が今まで食ってきたどこの餃子よりも、うん、やっぱあの日例の冷凍食品の餃子が美味しいんですよ。うそー。いや、本当なんですよ。じゃあ今度餃子の旅やっちゃう。餃子やりたいですね、うん、天竜も餃子美味しかったですからね。あ、うまいよね、はい、あそこは。あ、天竜はうまいよ、はい、上野にもさ醤油入れたんじゃん、あんだよ、餃子でっかい、はいはい、でもね、あそこね、なんか店をさ改装したんだよ、はいはい、それからね、なんかね、ちょっと違うかな。だからもう行かない。あ、もう行かない、うん、あ、そのぐらい味が変わっちゃったんだね。だから前にも言ったけど、はい、ホワイト餃子行こうよ。ああ、そう、全然、はい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 、全然出てないんだけど、はいはいはい、うん、めっちゃ美味しそうですよね。そうそうそう、で、それの巣鴨のファイト餃子、はい、で同じなんだけど、あ、なんか系列でもないです。何ですかね。そうそうそう、はい、うん、だからそれぜひ、はい、行こうぜ、はい、うん、楽しみっすね、うん、だからまあ最近なあんまり出かけないからね、みんなね。そうですよね。もうこの1週間、そのさっきも話してたんですけど、この1週間の話をしようかなと思ったら、うん、外出てないもんだから全然話すことないぞっていうことになっちゃって。あ、でもあれあります、1個あります。何？携帯を変えました、ドドン。お、それは iPhone の12。そうです、12です。かっこいい、英語できたね。はい、このカメラ3つあるんです。おお、かっこよくないですか。かっこいい。俺もじゃーん。前から使ってるやつ。社長、機種変更しないんですか。何年ぐらい使ってるんですか。何年で、1年目、2年目、2年ぐらい、1年。1年ですか。あ、1年じゃちょっとあれですね。なんか大体2年ぐらい経ったら替え時じゃないですか。その、うん、でも払いは終わって。あんまりこうやり方わかんないからさ。はい、うん、まあいいか。電話の話はつまんないね。はい。いや、でも、はい、いろんなことできるんで、ぜひ機種変更。うん、してください。12ね、はい、うん、すごいですよ本当。カメラの性能めちゃくちゃいいですから。あ、はい、力入ってたね今ね。はい、や、本当。変えて、うん、感動して、うん、ずっと動画撮ってるんですよ、うんうんうん、はい、で今日もレコーディングの様子とか動画撮ったりして。お、はい、でさ、また話戻るけど、はい、笑顔を、はい、みんなでやりたいんだよね、はい、みんなで、みんなでっていうか、だから、はい、そのプロモじゃないけどさ、はい、YouTube 用にさ何か作りたいんだけど、ああ、なんか映像みたいな、映像、うん、はいはいはい、動画をね、はいはいはい、なんか作りたいなって。日本だけじゃなくてさ、はい、世界各国に聞けみたいなさ、はいはいはい、いいっすね、うん、本当に、まあ、詩もねちょっと書いてもらったんだけど、はい、あ、そうですね、うん、まあ、できた時のお楽しみということで、はいはい、ミュージックビデオってやつですね。
最近プロモーションビデオって言わないですから。あ、ミュージックビデオって言う。ミュージックビデオって X ビデオ。 X ビデオは全然違うやつですダメです、それはもうモザイクがないやつなんで、うん、言っちゃダメなやつです。ああ、はい、モザイクないのあれ。あ、モザイクそれ広げられると思わなかったですけど、いや、ミュージックビデオって言うんですよ最近。あ、そうなんだ、はい、プロモーター言わないんだ。そうなんですよ、前はその宣伝用に使ってたのがプロモーションビデオですけど、うんうん、今はただ単純宣伝とか関係なくその音楽の、ビデオだからミュージックビデオということなんですけど、単純にね、はい、単純に、はい、なるほど、いいじゃないですかミュージックビデオ、うん、ね、だから皆さんぜひ一緒に参加していただきたいんですけれども、どういう感じで、だから、はい、まあ、さっきも準備でも話したけど、はい、海の方とかさ、はい、太陽とか出てきたりして、はい、ドローンで、はい、こう撮りながら、はい、みんなでこう歌ってるとか、はい、踊ってるとか、あ、そうですね、あの、うん、千葉の方は、東京はダメらしいんですけど、千葉の方はドローン飛ばせるということだった、ね、ドローンって感じですね、うん、あのドローンないですけど、ね、ない誰か持ってる人いませんかね。あ、持ってる人いたらあの貸してください、いやいや持参でやってほしいね、はいはい、その方がビヨーンと飛ばしてもらって、はいはいはい、で今その iPhone でもすごいいいもう映像撮れるんで、うん、もうそういうのでこう自主制作でこうみんなでやりたいです ね。俺ちょっと一個かっこいいなと思ってるやつがあるんですけど、うんうんうん、なんかあんまコロナのタイミングもあってこん、うん、人いっぱい集めたりできないじゃないですか、うんうん、でなんかいい方法でもみんないろんな今までこうお世話になった人とか、うんうん、あのIMEのお客さんとかそういう人に参加してもらいたいなと思った時にちょっと一個いいのが思い浮かんだんですけど、うん、はい、こう社長がこう歩いてる、はい、こう歩いてる、はい、それを横から撮る、うん、それでこういろんな人がこう登場してきて、うん、登場っていうかいろんな人が立ってて、うん、社長がその横をハイタッチしてこう通り過ぎるみたいな、かっこよくないですか。わかります、わかるけど、 あんまりですか。いやいや、いいなと思ってるよ、ええ、そんないいなと思ってる時の声じゃないですよ、はい、いいね、それもね、はい、まあ、いろいろやろうよ、はい、なんかやってみたいです ね、うんうん、なんとなくわかる、はい、なんとなく場所は千葉で海で、だからあのあれじゃないですか、なんか海がいっぱい見えるところどこあります、うん、千葉、葛西、葛西は臨海公園は東京ですか。東京だよ、うん、なんですかね、もっと本当の房総、内房とかさ、外房とか九十九里とかさ、あっちの方が綺麗でいいんじゃない。あ、じゃああれですか、バスチャーターしていきますか。みんなで待ち合わせしようよ、めんどくせえから現地集合、現地解散で。九十九里ってどれくらいかかるんですか、ここから行ったら。2時間。電車で行けます。電車でももちろん行けるよ、東京駅からまっすぐ行けるけど。ああ、そうなんですね、うん、車で行っちゃっても構わないし、はいはい、そんな遠くないよ今、はい、高速で行っちゃったら、はいはいはい、うん、だからいいよね。おお、なるほど、ぜひやりたい。あ、やりたいですね、うん、その時もまあいろんな、まあ芸能、まあ、ミニシャンもね、はい、呼んでさ、参加してもらってミニシャンも呼んでさ、はい、どうにかやりたいなと思うんだけど、まあ、ちょっと寝ろうよその辺もね、はい、なんか社長はありますか、こういうのいいんじゃないかってやつ。あのドローンでビャーンって上がってワンルームマンションとかこう、はい、違うっていう、それはもう盗撮ですよ。ごめんよ、はい、まずいだろこれ。若めの OL を探そうやつお前さっき言ったじゃないかこれは夜よりも朝の方がいいですねいやいや社長ですよ、朝5時から待機してっつって朝は無防備だからみたいなこれカットした方がいいんじゃないですか、純平さん。いや、これはカットかもしれないですね。って言って普通に流したりするんで、はい、誰かがドローン持ってたら、はいはい、ね、持参でやってくれたら。そうですね、うん、難しいんだと思うよ、ドローン。いや、大変らしいですよ、あれ。ビューンって、あのなんか変な安いやつとか使っちゃったら、うん、ピューっつってどっか行っちゃうらしいですよ。あー、だろうな。なんか高いやつってなんかこういろんな機能ついててその帰ってくるやつとかあるんだって、うん、だってさ、あれ講習会みたいなんじゃん、あるんだよ。へえ。10分いくらとかさ、はいはい、30分で1000円だったかな、はい、なんかあったよ。あ、でも簡単だと思う俺。でもそれこそ今の世の中もし誰も持ってなくても、うん、レンタルドローンなんていくらでもあるんじゃないですか多分ね、はい、おい俺買っちゃうよ。社長好きそうですよね、大好きたくさんヘリコプターとか の、はいはい、あの飛ぶやつあるじゃん、はいはい、あれ買ったもん。うまいよ俺。なんですか、ラジコンですか。ラジコン、ラジコン、はい、ビヤーンって飛行機とか、はい、へえ、かなり大きい飛行機買ったんだよ、はい、操作難しいですよね。難しい、はい、難しい。そのあのつ、なんですか、車と違って、うん、離陸させてさ、ぐるーって回してまで着陸させるって、はい、やったよ。へえ、あ、そういえば結構昔の思い出なんですけど、うん、社長がなんかちっちゃいドローン持ってきたっつって、うんうん、これぐらいのなんですか、手に手のひらサイズみたいなドローン持ってきて、はい、でちょっと飛んで速攻なんか壊してましたよね。え、俺、ええー、純平だろ壊したの。
多分俺かもしれないですけど、ビャッお前ね上げすぎてんだよ、だからピャーンって上がっちゃうんだよ、多分そんな感じで、なんか急にそう小さくて軽いから、はい、ちょっと動かすとレバーをキャーンって今上がっちゃって、はい、でみんな怖がってみんなオフにするんだよ、はい、上がったと思ってやべえと思ってオフにするじゃん、ああそうですね、そしたらズドーンですよね、多分応答しちゃダメなのあれ、上げてもすぐ真ん中に戻さないと、ビューンって真ん中止まってる、さすがやっぱり、あじゃあ社長うまそうっすね、そう考えるとハマっちゃうんじゃないですかドローンに。いや何言ってんの？何言ってんの？いやモノマネうまいなと思って。ビューンって飛ぶでしょ。なんでまあ笑って早く話せよお前。いやいやもうまあそんな感じだということですよ。そうはい、いろいろ考えていきたいですね。そう、はい、ね、まあ、とりあえず音源を来週、はい、再来週、来週できるかな。そうですね。ね。流して、はい、流しましょうか。聞いてほしいね。はい、わかりました、うん、一生懸命歌ったから、はい、じゃあこれがじゃあ旧バージョン、旧バージョンってもうなくなるんですか、昔のあのあみんなにやっていただいたものは。またやってもらえばいいよ。あそうですね、うん、とりあえずあっちこっち流すけどね、はい、新しいやつは、はい、真面目に真面目にっていうかさ、しっかりしっかりやってるから今までどうだったんだって話になってますからね、はい、じゃあ、うん、その笑顔聞いていただきましょうかね。旧バージョンですが、旧バージョンって言ったらなんか言い方悪いですね。お前噛んだだろ。発狂。はい、8月なんて言ってたし、はい。なんかあれですかね。疲れてるんじゃない？ちょっと今日疲れたかもしれないですね。うん、ちょっとなずっとエンジニアやってたからね。はい。はい、そうです。はい。カー用品探しに行ってちょっと。では旧旧、はい、笑顔ということで、はい、どうぞ。はしゃいだこの街も、二人で歩いた散歩道も、道に咲いた花はうつむいたまま、どこか寂しそうで駆け抜けた日々を振り返る、それも悪くはないんじゃないの、雨が上がりかかる虹の色はきっと綺麗だろう、あなたのハートに伝えたい笑顔が大好きさ、世界のみんなで輪を作ろう、笑顔が大好きさ、あのハートに伝えたい笑顔が大好きさ、世界のみんなで輪を作ろう、笑顔が大好きさ、成長日記。皆さんこんばんは、みゆきの成長日記のコーナーです。先日の風の強い日はもう大変でしたね。いろいろなものが飛んできたり、電車が止まったりと、皆さん大丈夫でしたか？
私はそんな中自転車で移動してましたが、なかなか進めなくて諦めて自転車を押して歩いてたりしたんですけど、これだったら自転車意味ないじゃんって思った日でした。はい、ということで今日は私が以前住んでいた江戸川区のお話をしたいと思います。皆さん江戸川区どこだかご存知でしょうか？川越えたらもう千葉県ってとこかかそんなとこなんですけど、なぜ江戸川区のお話ししようかと思ったかと言いますと、先日なんかの番組で取り上げられていて、そこでなんと東京で3つ目のタワーがあると言われて紹介されてたんですけど、それが船堀タワーです。皆さん知ってますか？高さ103メートルから都内全域が見える360度の展望室があるんですが、なんと無料で入れるんです。以前私も行ったことあるんですけど、結構いいですよ。おすすめです。あとその建物には映画館も入ってて、そんなに混んでいないので穴場ですね。それと私の友人が昔そこで結婚式を行ったことがあるんですが、チャペルがあるんです。映画に使われそうな可愛くてとってもいい感じのところで、素敵な結婚式でしたね。よかったですね。ということで船堀タワーはおすすめですね。あとそれともう一つ、こんな田舎にと嬉しくなるんですけど、江戸川区役所の近くに総合文化センターって施設があるんですけど、そこにはなんとギターのかっこいいチャーがライブしに来るんですよ。やっぱり、チャーということでそう簡単にはチケット取れないので、私は残念ながらまだ行ったことないんですけど、なさい。それでちなみに私は最寄りの駅は新小屋と駅を両用してたんですけど、新小屋駅だけをくり抜いた感じで葛飾区になっていて、隣駅の平井小岩は江戸川区なんですよね。不思議ですよね。皆さん機会があったらちょっと江戸川区の地図見てみてください。本当なので。はい、ということで以前住んでた江戸川区が紹介されて嬉しくなっちゃって、ちょっといろいろ話しちゃいましたが、でも江戸川区結構いいところなので、住むのでも遊びに来るのでも一度訪れてみてください。ということで以上みゆきの成長日記でした。みゆきの成長日記。はい、三重の成長日記でした。なんか船堀タワーが何三つ目のタワー、三つ目のタワーって言ってましたね。あ、東京タワー、スカイツリー、船堀タワー、はい、らしいですけどね。そでもね、置いてるからあるんで船堀タワーって。本当ですか？うん、でエレベーターあそこ無料なの。はい、船堀行って誰かある？ないっす。ないの？はい、ただっていうかさ、無料でさ、はい、上まで上がれるんだよ。あら、エレベーターで良心的な、はい、良心的で綺麗な一人でさ、中にエレベーターがある。ああ、エレベーターがいらっしゃいませ船堀タワー。あ、こうやって歌ってんだよ、びっくりしちゃって。で俺もハモってあげたんだよそこで。早く次行けよ。ハモってあげ市川にもありますよ。市川にも行ったの？いや、コロナで行けないらしいんで今 あれですけど、今度行こうと思って、うん、いや、船堀タワー行った方がいいよ。へえ。すんごく綺麗だよ。ああ、そうなんですか。晴れてる日なんかもさ、はい、ただね、あそこの、ね、揺れるんだよね、こうやって。こーわ、本当ですか？本当こーわ。あ、今、風、何メートルの風吹いてます。へえ。風に注意注意っつって、うん、注意しようがないですけど、もう登っちゃったら、うん、あれ見える？富士、マウント富士とか見えるんですか？マウント富士、見える、ね、あ、へえ。
で富士山ってすごいですよね。富士山すごい、どっからでも見えますよね。北海道からも見えんだって。さすがにそれは言い過ぎですけど、なんかいろんな、あの俺の住んでた、うん、前住んでた、うん、あの中野区もそうなんですけど、いろんなところに富士見町ってあるんですよ、うん、富士見台とか、うんうん、ある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 、大体そう昔富士山見えたんですよね。あるあるある、富士見台なんとか銀座商店街ね。必ずあるんで、はいはい、でもさ富士山行ってみたいよね。行けるもんだと行ってみたいですね、うん、やっぱだから富士山行くときは、はい、富士山の前に富士急ハイランドで遊ぶべき。なんでですか、その心は。その心はすごいジェットコースターがあるんだよ、はい、それを乗ってから富士山へ、はいはい、それ富士山行かなくてもジェットコースター乗った方がいいです。いや、そのね、はい、富士急ハイランド の、はい、あのジェットコースターすごいんだって。なんていうのか知んないけど、こういうのですよね。そうそう、こういうあの90度以上のやつがある、うん、いや有名じゃないですか、あの速いとか乗った。いや乗らないです、もう俺そういうのダメです。あのジェットコースターも速いのはいいんですけど、うん、あの高いのが嫌です。高いじゃないですか、そもそも高いの苦手だっけ。高いの嫌ですね。ああ、そうなんだ。俺ね、富士急行ってる時ある？富士急ないです。ないんだ。俺らがしょっちゅうだよ。え、本当ですか？いや、どんな嘘なんですかそれ。富士急行ったっつって嘘つく人初めて見ましたけど。はい、あのそれはそうと、うん、せっかくなんで、うん、あの曲を流したいなということで、うん、船堀タワー行った方がいいよ。なんでですか？エレベーター代わりですっごい綺麗な人がいるって。あ、本当ですか？うん、俺行ったんだから一人で。一人で歌ってんだよ本当に。船堀タワーいいでしょ、無料無料って。たまに演歌になる人がいるから。今ちょっと演歌調でしたね。演歌調で、人によってそれは歌とか違うんですね。そう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 、うん、だいたい60代だからね、いるの。ババアじゃない。はい、はい、じゃあということで、そば、はい、にいるよ聞いてください。はい、はい、君と一緒に景色は過ぎて、風はセピアに変わった。君によく似た笑い声にふと振り向く。ほんの小さなわがままさえも愛しく感じてたのに、拗ねた君の甘えだと気づかずにいた。強がりな君は今頃頑張りすぎてないかな。また一人きりのように眠れてるの。時間じゃなくて距離でもなくて
はい、そばにいるようでした、はいはい、じゃあお便りコーナー参りたいと思います、はい、来てんのね、はいはい、これは前回紹介できなかったやつがありまして、はい、ですね、これは Facebook から、はい、新井さんお元気そうで何よりです、あの新井さん、この前電話で出ていただいた時の、はい、それにしても、うん、デブとハゲといればどれが一番嫌かって入れ歯が入ってなかったら小学生の会話みたいですね、うん、実際歌の最中に入れ歯が飛んだ人知っていますが、うん、滑舌にも関わるみたいですよ、うん、昔芸能人は歯が命とか聞きましたね、うん、ということですね、うん、そんなこと言ってましたね、そういえばなんてくだらない話をしてるんだという、まあ、本当だよまあでもハゲと何ハと、デブとハゲと入れ歯どれがいいと、どれがいい、いやまあでも前言ったでもいいっすよええ、まあ前も言いましたけど俺はもうハゲになることは確実なんで、うん、デブはで今もデブなんで、デブやめた方がいいよな、でも 歯があるじゃんちゃんと、まあ今はありますけど、うん、ああまあはい次行きましょう、はい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 、はい、で Facebook よりですね、はい、あ聞いてるのかなっていうやつに対してだと思うんですけど、うんうん、聞いてますよ皆さん頑張ってねと、そんだけ、はい、は怒ってんの、ありがたいですけど、いやでもあれじゃないですか、あのメールくんないよ全くって言ってるから、うん、気使ってくれたんじゃないですかね、あなるほどねなんか怒ってる感じないもんね、いやいやそんなことない、うん、聞いてますよ、はいはい、皆さん頑張ってるハートでしたから、あハートか、はい、ならいいや、はい、はい、で、こちらもお便り来てます、う、はい、こんばんは、以前銀ブラジオの話題で、はい、ヴィンテージの話が出ましたが、はいはいはい、私が思い浮かべるのはヴィンテージシンセです、シンセ、はい、うん、YMO が現役の時にはそんな呼ばれ方しなかった、プロフェット5とか、ミニモーグなんかですと、はい、モーグなんかは今は5万円程度でボコダ機能までついているので、お得感満載で使ってて楽しいですが、でもやっぱりヴィンテージ申請が欲しいですと、で、写真もいただいたんですけれども、うん、結構なかなかこう古めのこのこの感じの、はいはい、こんなのもあって、でこれが、最近家の整理をした時に出てきたローランドの SH101 ですと、今ではもしかするとこれもヴィンテージの部類になるかもしれないのですが、ヴィンテージ申請が流行る前、うん、多分大学生の時に6000円で買いましたと、あの時の楽器屋のお兄ちゃんはなんでこんなものを買うのかねといった顔をしてましたが、うんうん、今では一体いくらするのやらと、実は見つけた時に電源を入れても一つのボタンが押されたままで演奏が全くできない状態でした、で、うん、使うには相当高いお金を払わないと修理してもらえそうにないですと、うん、でそのシンセってどうやって使うの、どのさっきのあれですか、それともこの今のそれ、うん、これですか、うん、まあでもいろんな音出るやつ、レコーディングでキーボードの上に置いたシンセ、うん、昔の、ああでもそういう感じです、キューンとかやつ、ああそういう感じです、そういう感じです、はい、そうなんだ、はい、こういう何件でしょうね、32件ぐらいですか ね、あんまりこう件数は多くないけど、こういうのが、うん、俺好きなんすよ、でもかっこよかったよな昔な、はいはい、ドラムもあったけどさ、シンセドラムって、はいはいはい、俺ね、それこそ何年だろう、もうかなり前だから、シモンズとか出た頃だったんだけど、はいだの、はいはい、まあ、それをちょっといただいたんだけど、はい、でライブで結構使ったの、ほうほう、はい、知ってるドラムのシンセ、もう分かります、あの CCB みたいなやつですよ、そう、ストンストンっていう、はい、でツッツッドン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 っていう、はい、大好きでさ俺さ、うん、そうなんですか、でもタッチが違うんだよね、はいはいはい、スティックの回路が違うから、ああ確かに確かに、ゴムですもんね、そう、はいはい、だからこれ難しいなって言いながら、
やたら使ってた記憶があります。確かになんか昔ながらのって感じしますよね、うん、今、うん、メインでそれを使ってる人はいないですけど、うん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 、なんかいいですよね。でも、うん、で太鼓を叩いてておかずでシンセを入れるのよ、はい、はいはいはい、ツッツッタタタタドンバーンみたいなさ、かっこよかったよ。やたら使っててうるせえって言われてるじゃないどこ行ってもうるせえって言われるんだよさっき書いてあったボコーダーとか分かりますか？分かんない。ボコーダーって鍵盤にマイクついてて、あ音は変わるやつね、はい、そしたらこれの音程になるんですよ。ああスティービー・ワンダーとか言ってるやつね。あ違う、スティービー・ワンダーじゃねえ、ジェフ・ベック。だそれはあれです、ワンワンそれはトーキングモジュレーターってやつで、ちょっと違うんですよ。なんでも難しいな、はい、うん、でもそれとそれはなんかギターの音をワウワウして変えるって感じなんですけど、うん、こっちはこの声をあーってやったら、例えばこれだったらあーってこう勝手になるんですよ。こっちの鍵盤の音に合うんですよ。へえ、はい、だから歌下手な人はそれで、うんうん、やればいい感じに聞こえるという。だからうまかったんだ。はい、俺だから欲しいんですよ。いやいや冗談だけどさ。はい、ということでメールは以上です。はい、はい、メール引き続き info@jy.jp お待ちしてます。お前また噛んだだろ今。噛んでないですよ今。そう。後で検証してみますけど。はい、はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい。では、はい、バイバーイ。バイバーイ。Love you.